坪井忠中時9月9日から1982年11月19日は、日本の物理学者、随筆家。理学博士東京大学名誉教授。理学博士で、寺田寅彦の弟子として知られている。坪井正五郎、直子の次男として、東京府に生まれた。父、正五郎は、ロボックル日本原住民説を唱えた人類学者で、母、直子は、 三つくり周平の長女。したがって中児は、坪井信道と、三つくりげんの彦である、地質学者、鉱物学者、岩石学者の坪井聖太郎は、中児の兄である。1915年に、東京高等師範学校附属小学校、1920年に、東京高等師範学校附属中学校を、卒業する。付属中学の同級生には、 下村三郎、市原豊田、菊池誠氏、中島健造などがいた。旧制第一高等学校を経て、東京帝国大学理学部物理学科に入学、寺田寅彦に指示する。1926年に卒業して、東京大学地震研究所の助手となった。1929年、理学部助教授、1934年理学博士の、 学位を取得。1941年、教授。理学部長を務めた後、1963年に、東京大学を退官地震と重力の関係を解明し、日本の重力分布図を作成した。また、市の寺田同様軽妙なエッセイを数多く残している。1952年、地殻の物理的正常に関する研究で、日本学士院小受賞。 1972年叙勲に当時旭日、重光明。1982年、のぶじ三位。妻の政子は、東京帝国大学医学部教授を務めた島、その順次郎の長女。従って、坪井忠中は島、その順をおび島、その成尾の議定で、高橋忠夫、武田慶之助、堀武夫、東王、その安尾の議定にあたる。また中寺。 政子夫妻の長女、良子は安川電気製作所創業者、安川大五郎の四男で、生島家の養子となった医師、生島名に嫁いだ。えに、元安川電気社長の安川刑事と国文学者の安川貞夫は、中児の娘婿の実刑であると言える。次女、敦子は、九州東海大学学長となる、原子力工学研究者川島京に嫁いだ。 また、中国近現代史研究者の川島誠はその子で、あるので、坪井中治の孫にあたる。宗教学者の島、その進むは、安尾の長男なので、中治の義理の甥いにあたる。地球物理学者の竹内人氏は、坪井の弟子にあたる。故に、竹内は、寺田の孫弟子であると言える。ありがとうございます。